バイオリンソナタは通常バイオリンを独奏楽器とする小編成の楽曲のことを指す。バロック期に2つのバイオリンと通奏低音の伴奏を持つトリオソナタとして形式が確立され、その後ソロバイオリンのためのソナタが主流となり、古典破棄にはピアノとの二重奏の演奏形態によるソナタに発展した。バイオリンの実によるソナタは無伴奏バイオリンソナタと呼ばれる。 ソナタの形態としては、ピアノソナタに次いで一般的な形態である。バロックの時代のバイオリンソナタは、これ、リが確立した、トリオソナタが主流であったが、これ、リの作品後、バイオリンソナタ集がヨーロッパのベストセラーとなったことにより、独創バイオリンによるソナタが主流となっていった。独創バイオリンには、次第に高度な演奏技巧が用いられるようになった。 バロック後期にはこのコレッリ形式のバイオリンソナタが全盛を極め、ビバルディ、タルティーニ、ジェミニアーニといったバイオリンのビルトオーソたちによって非常に多数作曲された。それに対して18世紀後半になると貴族や富裕市民の子女がチェンバロやオルガン、クラビコードの演奏を習う習慣が広がり、通奏低音として扱われてきた鍵盤楽器が主体となる。 バイオリン助奏付きの鍵盤楽器のためのソナタが作曲され始める。モーツァルトのバイオリンソナタと呼ばれる作品はすべてこのような鍵盤楽器のためのソナタである。古典派の時代になると鍵盤楽器がピアノへと発展したこともあってバイオリン助奏付きのピアノソナタも作曲されるようになった。しかしこの時代にもバイオリンが華麗に活躍するバイオリン独奏ソナタは作曲され続けた。 ロマン派の時代になると、バイオリンとピアノを対等に扱った曲が主流になり、バイオリンとピアノの対比と調和の妙が聞かせどころとなるようになった。バイオリンは非常に華やかな音色で嫌をなしに、ピアノのそれに比べて有利する。聴衆側にピアノが伴奏でしかないと評価されるのは、楽器の構造自体に理由があり、合奏が難しいゆえんである。音響的な工夫など奏者には、 課題が多い。ありがとうございます。